政治経済学とは、1930年代後半の日本で盛んになった経済学の学派である。講座派、老農派のマルクス経済学派が日本資本主義論争で前世紀を迎えた直後、当局による言論弾圧で壊滅した後、中山一郎らを代表格とする純粋経済学に対抗する潮流として急速に台頭した。政治経済学は、 日本歴史派、日本経済学、行動経済学、生活経済学、国防経済学など多様な潮流を内包していたが、いずれも純粋経済学に対する批判として、理論偏調的で現実の政治経済から有利し、現在進行中の危機に対処できていないとみなした、点で共通していた。また当時の政策を反映して、統制経済への強い関心を有するとともに、 純粋経済学派に見られた欧米経済学理論への追従を反省し、日本的なものを重視したという特徴も持っていた。しかし、大半の政治経済学の研究業績は、自局への追随、すなわち総力戦の下での経済動員を追認、正当化する俗流経済学程度の水準しか持ち得なかったため、戦後には軍国主義的経済学として柴田隆 南端春夫など、この潮流に属した多くの学者が、大学などの公職から追放される浮き目を見た。以下の人物は、厳密には、政治経済学派とは言いがたいが、政治経済学と問題意識を共有する面があった。ありがとうございます。